いい。てめえにはいろいろと教えるよ。ちょうどいい機会だ。まず一度しか言わねえ。まずは技巧スキルの操作からだ。それでいい。バトル開始時から使えるタイプと死にたくなければ覚えておけ。通常攻撃は団員が勝手に行う。いちいち指示する必要はない。見ろ、エレンの野郎が倒れそうだ。チッ、だから奴は待機中のミカサと交代させろ。こっちはどう？そうだ、スキルゲージが溜まったみてえだな。一気に畳み込め。調子に乗るな。戦わなければか。悪くない式だ。俺も火星に入る。あとは一人でやってみろ。ずらかるぞ。ここは撤退だ。おい、何ほうけた面してやがる。超大型巨人クソみてえな夢だが、それがいつ現実になるともしれねえ。準備だけは怠るなよ。ところでてめえ、新しく分隊長に昇格したんだったな。名前は確か。冴えねえ面には似合わねえ。せいぜい親に感。これからはお前自身の何が起きるかが誰にもわからねえ。だからまあ、せいぜい悔いがない道を自分で選べ。おい、いつまでぼさっとしてやがる。てめえの指導をするように兵士長である君にこそ頼む。ハンジやミケが不在だから俺も暇じゃねえんだが。まあいいだろう、ついてこい。戦わなければ勝てない。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。総員、戦闘用意。目標は一体だ。必ず仕留め、ここを我々人類最初の壁外拠点とする。目標設計。訓練通り5つに分かれろ。おとりは我々が引き受ける。
全攻撃班立体軌道に移れ。全方向から同時に叩くぞ。人類の力をお前知れ。巨人に遭遇したようだな。まずは敵と人類の反撃はこれからだ。戦闘の指揮のやり方忘れてねえだろうな。交代させろ。あとは私に任せて。通常攻撃は勝手に行う。お前は技巧スキルを指示しろ。仕留める。やり方はさっきと同じだ。俺の指示通りにやれ。これはチャンスだ。引きちぎってやる。いいだろう。おい、仕方ねえ。これを使え。回復薬だ。相変わらず俺は右を片付ける。てめえは左を。気を抜くなよ。引きちぎってやる。のこぎり。虫みたいだね。固まりやがれ。あとは任せたわ。ここは団員の判断にオートに切り替えろ。各自の判断で。こっちはどう。仕留める。みんなは私が守る。仕留める。これはチャンスだ。くらえ。人類の力だ。ほう、その調子です。勝ち続けるために必要なものが何かわかる。それはてめえの仲間はてめえ自身の手で集めてこい。今回限りの特別な内容だ。自分でやれ。面白い面しやがって。今度はこっちの番だ。よいしょ。揃いも揃って面白い面しやがって。天才に不可能はねえんだよ。失敗する。全員死ぬ。私がとどめを刺します。私だって戦える。仲間が集まったみ。次は編成だ。俺の指示通りに。編成はずっと言ってもとりあえずおすすめ編成を選んでおけ。今はこれで十分だ。一旦戻るぞ。このままだと仲間は兵団管理で強化する。ここがお前の部下を管理すれば。まずはレベルアップだな。ここをタップしろ。ここでは仲間やす仲間を選び、次に指南書を選択しろ。レベルアップをタップすれば終わりだ。効果が必要になる。注意しろ。さらに強くな。やり方はさっきと同じだ。タップしてみろ。後で確認しておけ。
これで一通りの説明は終わりだ。何をすればいいか迷った時はストーリーを進めろ。自然と理解できた。てめえは選ばれてここにいる。その期待を。よく来たな。そんな。あの壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。巨人たちが入ってくる。僕たちも、エレン。あっちには家が、母さんが。大丈夫、誰も死なせたりしないから。俺がやらなくちゃな。仕留める。どうだ。みんな大丈夫。落ち着いて。俺が片付け。ノブナガくたばりやがれ。行け、グズ野郎。
行け、グズ野郎。お前の判断を信じよう。